金だけど、ずっとの年腹減ったもん。生でやるとどうだろうね。こういう時はスライスの方がいいな。エンネル冷蔵庫やりすぎたわ。カチカチなとよ。あかんだろ。凍っとうぞお前。ハムが剥がれんぐらい凍っとるわよ。これなんだこれ。うわ。食ったなこれ。ハムが剥がれん。何これ。めちゃくちゃ見栄え悪いわ。最後チーズで隠そう。要は食パンの味を知りたいんだよ。めっちゃ見栄え悪いと。歯も剥がれんよ。だって兄貴これちょっと兄貴なんでこの歯が凍ってんの。歯って壊せるもんじゃないだろう。これ食べとこう。うっとうしなせえじゃん。そしたら冷蔵庫から浮くし。おっとっとっと。割高だけどな。どうすんだ、買った方が早いのは分かるんだが。味が要は知りたいの。パン自体のこの前焦げ焼きにして失敗するな。あんま向きこっちにすると見えんのね。もうちょっと下にした方がいいのかな。この角度だって目がね映らないのするとさあ。違う、こうするとさ、映るんだわ、これが。これが鬱陶しいんだ、メガネが。こんなもんだよな。こんなもんでも映るもんな。こっちに来なかったね、そうすると。このメガネ映るの嫌なんだ、俺。まあいいや、そんなことよ。こうやってパン食べるとさ、こんなとこで食えんよな。だってそうするとこっちにしたらメガネ映るんだわ。これ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 が嫌なんだろう。福岡だったらなんか変だね。難しいなこれ結構。ああこういう風になるんか。これだといいか。うん、何がしたいのかよく分からんからいいな。どうやって食べる。メガネが痛いほらこれ。あ、なんか固まった。
Wi-Fi 切れたの？なんか位置があれだな、これ難しいの逆やな。使い勝手がなんかあれだな、やっぱリモコンがあった方がいいんかな。まあ食べよう。どんなもんだろう。食パンって言ったら味を知りたい。あ、でも大豆って言われば大豆だな。もっちり感がない。うん、わかる。これわかるわかる。そうだね。うん、パン自体が硬いんかな。かんでもこれ食べれるね、普通に。うん、食べれるな。ちょっと具乗せすぎだけど。大豆ってこれ言われるのは分からんぞ。うん、別にこれ食パンの代わりになるね。これパンにハムとチーズ乗っけて食べるだけで9分もかかっとんねんな。でもこれ代用効くな。ただアマゾンじゃなくて通販でしか買えんからな。ちょっと冷凍ってことだな。糖質5グラムなんでもこれいけるぞ。問題は1枚200円をコストと考えるか糖質と考えるかだけどな。一気に買った1000円のやつあるもんな。あとあれだな、大豆パンっていう感じじゃないぞこれ。知らずに食べさせられたらわからんだろうな。 5g でいけるのあれだな。もっちり感もないけどな。小麦のパンみたいな。なことブツブツ言ってると長なるでもう終わろうね。この頭の位置難しいね、なんかこれ。うん、これずっとリモコンばっかり見ちゃわなくなるもんな。って言ってもう10分経っとる。もう終わる。
夜すき焼きやで。お疲れちゃん。